日はあの坂本くんがですね、都内でちょっと打ち合わせがあって、シャイニージムでミネトレをするということだったので急遽、撮らせていただくということで、もう坂本くんは気にせずどんどんやってください、ご丁寧に。で、坂本くんもなんか気がついたことあったらもうパッと言ってもらえると思います。あ、本当ですか。はい、もう皆さんに。じゃあ、まあ、いつも通りにいらしてもらうという、本当にフラッと来ただけで、ね、本当にあの何もないかもしれない。いやいや、なんかあるでしょ。まあ、そうです。まあでもとりあえず胸の上部がリラックスポーズをした時に弱いっていうフィードバックをずっと受けてるんで、はい、で胸も今週3、うん、でベンチを週3でやってる、うん、ちょっと上部メインの日は今日やっていくんで、丹田もマシン、ダンベル使ったことないんですよ。あ、回るタイプ、回っちゃう、慣性の法則が働きますね。ちょっと体に優しいタイプですね。フライやるときとかなんか回った方がやりやすいかな。フライがいいかなっていう。結構あれですね、シート高いんですね。シートハイインクラインにします。ハイインクラインでやっぱりあの30度とか45度だと、うん、胸のチューブ下部が関与しちゃうんですよ、うん、チューブ下部が関与してしまうんで、インクラインダンベルプレスが実は大して上部に効いてなかったりするんですよ。だから本当はハイインクラインスミスの方が実は良かったりしてて、スミスとかで最近僕も本当にあのもうダンベルショルダーでそのまま効かしたようなイメージですよね、ぐらいの感覚でやってます。これもショルダープレスの感覚だ。あ、だったら、まあ、本当にこれでやっちゃいますね。そのなんか重さを持ってからそんなに成長しなかったなって思うんですよ、うん、基本はだからこれぐらいでやっちゃいますね。なるほど。よいしょ。あ、なんかダンベルがいいですね。持ち手が細いんですね。持ち手細くて、ちっちゃいんですよね。なるほど、うん、ちょっとアップします。ちょが動いてるどこでやってるか分かりやすい。大胸筋、防水上筋っていうあの平行筋っていう筋肉の分類で、はい、こういうのと一緒、はいはい、反復運動に適してるのと、はい、めちゃくちゃ単純動作に優れてるらしいんですよ。あ、だからポジショニング設定がうまくできてないと、うん、大して成長しないんですよね、うん、すごい単純なんですよ。単純でも筋の走行に対してしっかり動いてなかったら全然違うところに入るんで、位置設定で完璧にすればあと頑張るだけです。維持っていうのはもう骨格をどう動かすかね。そうで、この前脱いだじゃないですか、はい、筋肉の走行が分かったじゃないですか、うん、自分の狙いたい場所の走行に合わせて角度を決めてあげるんですけど、この設定が上手じゃない人がやっぱり成長しにくいのかな。でもこんなのね、誰でも設定できるよ。意外に難しいんですよ。難しいですね。角度上げるのいい。でも客観視して走行が教科書通りになってない方とかもいますから。あ、そうなんだ。胸のチューブがちょっと下寄りだったじゃないですか、はいはいはい、自分だと、はい、チューブの動きよりも下部と一緒に動くってことが判明したんで。そうなんだ、ね、みたいな感じのこともあったりすると思うんですよ。よし、じゃあちょっとずつやっていきますか。はい、よいしょ。
すごい入りめちゃくちゃいいです。あ、いいっすか。ちょっと重く感じました。そう、あのね、芯が取れてると持った時重くて動かすと軽いっていう感じだね。ちょっとびっくりしましたね。入りがめちゃくちゃいいですよ。なんかこうなることがあんまないですよね。あー、長さがない。そんなにだから太くないんで、太くないなりのメリットはありそうですよ、うん、なんかワンハンドダンベルローとかは体に当たりづらいです。はい、こうなんかしっかりと持つ方が筋肉に対して広く効くような感覚が僕はあるんですよ。こうね、そうですね、細い、はい、でこれぐらい細いと手のひらってこの固有感覚受容器っていうのがあって、うん、敏感なんですよ、うん、でここ熱いじゃないですか、皮膚が、うん、あんま感じないんですけど、くすぐったいって感じるんですよ。あ、はい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 、だから例えば今日僕手のひらも整えてきてるんで、マッサージで、うん、これ握った時にそんなに握んないんですよね、うん、握んないからしっかりとこういうの手首の操作の方が大切になってて、うん、体の手のひらが整ってない人でも効かせれるいいダンベルかなっていう。逆に太いやつほど手のひらに着目する、うん、これは細いんで筋繊維をピンポイントで狙いやすい感じがします。でバーがもし太かったらもっと広い面積で使うような感覚が増えるかな。これは何て言うんですかね、握るが弱いんですよ。握る力が弱いんで神経の伝達っていうのがあんまり関係ないような気がしますね。握るが強い方が感覚が良くなったりするんで、ちょっとこいつは外国っぽい筋トレでいきましょう。外国っぽい筋トレ、外国っぽい筋トレはいわゆるそのよく考えずに頑張って、はいはいはい、もうパンパンやっちゃう方。その瞬間の蒸気が出てきました。この前ここ全部曇りましたから、全部30人分ぐらいの蒸気が坂本君からふわーって出てきたのかな。さ、なんか1セット目ですけど、セット目なんですけど、もうもわーってしますよ。まあ、はい、4000キロカロリーがどん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 消費されていっちゃうんだよ。進撃の巨人みたい。それは本当に食わないとね、やばいですよ。この薄さで食わなかったらすぐ痩せますよ。まあ、心の消費カロリーってやつですね。やっぱストレス社会なんで、ストレスで着目しないと絞れないです。なるほど。そう、楽しむのも大切ですけど、楽しむ余裕がないといけないですから、ね。はいはいはい。なんだって。じゃあちょっと上げますか。はい、重量。湯気見えて。ってなってる感じ。ここの産毛がもう蒸気でいっぱいになってる。補助なくて大丈夫？大丈夫ですよ。いや、あった方がいいですね。あった方がいい。あ、欲しいな。タイミング言ってくれば。ちょっとここで逆に補助してもらわないと多分損してますね、自分。しっかり損失かなっていう。邪魔したくないじゃん。いやいや。45キロで、はい、よし。あんまそう握んないっていうのが不思議な感覚ですね。握んないとこの筋肉の腱が張る感じしますね、うん、自分は絞れやすいかなっていう。結構なんだろうな、ダンベルの種類によっても全然変わる感じがあるんで、刺激がまたこれはこれでいいなっていう。言わんこもいいよね。言わんこもいいですね。僕は基本いいものは全部いいって言うんですけど、基本全部好きなんで。あ、なるほど。悪いものも全部好きです。よっしゃ。滑るじゃん。あ、滑るって滑るんだ。これ皮膚が薄すぎて全然滑んねえわ。違います。普
通にあのこういうなんかゴムのこういうの触ってる感覚異常だったよし、いやこの胸の上部って結構筋面積が少ないはずなのに、うん、結構でかく見えるんですよ、うん、大きいとやっぱフォルムがしっかり Tができてないといけないなっていう、まあ、全日本で見てきてここのライン強いなって人は誰だろう、ここのライン強い人だとやっぱりもうチャンピオンはみんな強いですよね、尊敬する相澤隼人さんとか、やっぱり胸の上部をしっかりとやることに着目した年があったらしくて、自分の強いところばっかりあの強くしても、審査員7人いるんですよ、前にもいる、斜めにもいる、で強いところはもちろん強くてかっこいいじゃないですか、荒探ししてくるんで弱いところを埋めとくしかないんですよね。今はとにかく自分の弱いところを全部埋めないとなっていう、うん、だから徹底的に胸の上部です。ここまで来るとさ、弱点なのか何だか分かんない、ね、誰かと並んで初めて弱点になるんだろうけど、この個体で見た時には別に弱く見えないんだけど、誰かと並んだらってことだよね。変われる気しかしないんですよ、正直。まだまだいろいろやれるなっていう。このジムって脱いでいいんですか？いいっすよ、いいっすか、脱いでください。みんな見たいっすよ、ここまで仕上がってたら。ちょっとどうしようかな、またここでやります、はい、見てごらん、もうベテランボディービルの息ですよ、この仕上がり。今日はこんな感じですね。素晴らしいですね、ま、前より絞れてるんだ。ちょっと前にこのペースで行くとさ、大丈夫かなって。これはすごいな、このさ、この腕、肩、胸のこのラインやばいですよ、絶品でしょ、絶品。もう基本ね、超シンメトリー、坂本くんね、もう鏡でパカって割ったかのように見える。でも、そんなに意識してないんですよ、ママは。超シンメトリーで、これも左右対称とは言われますね。完全に左右対称です。本当ですか、うん、そんなに。よし、ちょっと40キロぐらいで。やっぱりさ、上部はもちろん張ってるんだけど、はい、ここがやっぱりボーン出てるよね。で、まだハイインクラインじゃないのかもしれませんね。いや、張っちゃうよね、でも仕方ないでしょ。そうなんですよ。だから、角度の設定をミスってしまうと、これでも入るじゃないですか。うんうん、もっと入るんですよ。そんなに大して上部、動いてなかったりするんですよね。なるべく本当に高くした方がいいかなっていう。まあ、上だもんね。そうですね。今もうなんかトレーニングして見てるとさ、ここら辺の筋肉全部動いてるんです。あ、今めちゃくちゃ入ってる感じがします。で、肩も全部繊維に入っちゃっていいですよ、うん、全然肩のフロントも一緒に鍛えるつもりでやらないと T にならないな、 T にならないです、うん、一緒にでかくなるからいいじゃないですか。なるほどなるほど、それぐらいの感じでいいかなっていう。やる前によく考えて、やるときは何も考えない方がいいです。はいはいはい、一番いいのは。僧帽筋もやばいな。何もやってないんですよ。まあ、すごいよ、マジで。ちょっと今日の A ウェアワークのおかげかもしれませんね。そういうコンディショニングケアをしっかりやって、大会前のパンプアップ方法とか話したいですね。あ、特殊なんですよ、はいはいはい、すごい特殊だったりするんで。それはもう
コンテスト出る人がすごい有益ですよ。そうですね。ああいうの全部裏技みたいなもんじゃん、まあ、本当にそうですよ ね。だって今コーチングでパンプアップの方法だけ教える人もいますからね、うん、全然で自分もそういうものを持ってるんで、やっぱクリティカルヒットさせればフルパンプしますからね。全然変わるもんだよ、見栄えがね。大抵緊張してて張らない人が多いんで、ここのメンタルをどうするかなっていう。ああ、そっからなんだ。はい、なるほど。まず持っていくと。でもなんかコンテストに遅刻してくるやつって優勝する場合多いよね。そういう真相心理もあったりするんで、はい、かそれがその人にとってのルーティーンなんですよ。余裕を出してるんですよ。でも例えばそれが全員に当てはまるわけじゃないですから、うん、目の視覚情報を遮断するといいって言われてます。サングラスとかかけるといいです。あと誰も見ないですってこと。そう、誰も見ない方がいいです。この視覚の情報で心理的なものが崩れたりするんで、例えばこうやって今見てくれてるじゃないですか、うん、あんま見ない方が多分変な思いしないです。そうなの、はい、見ちゃうんだ。大会で見ちゃうとそれがモチベーションが下がる人がいるんですよ。あ、下がってしまう人は見ないような工夫が必要なんですよね。それで例えばタオルをかぶしておいてそのまま寝たりとか、あとはさっき言ったサングラスをかけておいて、目の視覚情報を遮断するっていうのが一つの方法にはなってくるかな。全部やってんじゃん、あなたサングラスかけてて寝てるっていう。そうかもしれない。そうです、そういうのもあったりします。でもストレス与える体だよね、はっきり言って。よし。さあ、なんつうの、あるじゃん、インタビュー的なやつが入ってくるじゃん。確かに完全にミスター日本にしたら、今年これで撮ったらこれちょっと貴重な映像になる。じゃあ大会の日程変更しました。でも日本選手権で、あ、日本ジュニアに出るの。日本ジュニアで東京ボディビル、うん、これも出ますね。ミスター東京への道にしようか。ミスター東京への道の方が、じゃあオープニングから撮りたいね。シャイーンつって、シャイーンつって、シュイーンつってさ。いや、本当に東京への道にはなるかなっていう。で、本当に、まず3ヶ月、うん。余裕ですよ。なんなら筋量増えそうだもんね。そういうつもりでもやっていこうかなっていう。うん、あ、いけないな、これ満身ですね。ダメだ、ダメだ。ダメだ。今褒めましたよね、僕の。あ、すいません。さっき聞いたんですよ。そうそう、高校生の話をしてて、今褒められて浮かれたんですよ。はい、これめっちゃいけないパターンです。そうそう、トレーナーとして。そうそう、努力を褒めないといけないです。はい、才能を今褒めましたよ。でも今ね、胸の上部やったからパンパンだよ。そう、よくやったよ。はい、嬉しくなっちゃいますよね。浮かれて弱くなる。いや、でもそれもすごくいいんですけど、足りないって言った方がいいかもしれません。なるほどね。もうなんか人は褒められると絶対競技実績が下がるっていうふうに今大学で勉強してて、逆に努力を褒めると競技実績が上がるらしいんですよね。行動を褒めたいよね。そう、褒め方一つで全然相手変わりますからね。で、僕の場合は今までこの 1,2 年間不調が続いてて、うん、で、今までよくやった、この一言で良くなりましたから、うん、この 1,2 年を全て褒めてもらったんです。なるほど。努力を、それでこんだけ変わったんで、褒め方一つで変わりますよ。簡単に褒めちゃいけないということですね。そういうことです。褒めるのはためらった方がいいです。浮かれずに、ついつい甘やかしちゃうな、俺。そうですね、ついつい甘やかしちゃうんだよね。まだ僕甘いっす。ダメっす。なんかいいっすね。いいっすね。それはちなみに何の授業でやるんですか。一応そのコーチング学が取ってて、ちゃんとコーチングの相手の褒め方とか、コーチングをする際に相手の情報を伝えていい場面と伝えてはいけない場面の勉強とか、例
浅見さんが超減量末期でメンタルが病んでる時にめちゃくちゃすごい人の情報を伝えたら、浅見さんよりすごい人の情報を伝えたらちょっと嫌じゃないですか、うん、タイミングがあるんです伝える時の。だからそれファーストで伝えないといけないんですよ。自分よりすごい人がいるなら最初に伝えておかないと改善できないじゃないですか。あ、そうだね。大会の前日なんかにヤバいやついるぞって言ったら無理ですよねっていうそれ言わない方がいいです。そういうことなんですよ。そういうのをやったりしてます。っていうことは自分でも見ない方がいいね、インスタとか。だから資格の情報とかで僕はもうメッセージをリクエストとか、あとは相手の情報をあえて知らないようにしてたんですけど、今年は余裕があるときは相手の分析をした方がいいんで、うん、全部見ました。しっかりと勝てる実力まで自分の実力を上げなければいけないな。本当に努力ですよね。才能なんかない。メンタル弱い人はインスタやんないよ。あ、本当にそうですよ。本当そうだよ。 SNS やらない方が実はトップ選手で SNS ほとんどやってないですから。そうだよね。 JBBF 出てこねえよ、なんかスリー人の情報は。そうですね。だからなんか SNS やるのもよく考えた方がいいかなっていう。確立されちゃってますから、うん、昔からやってたじゃないですか、うん、でも今からやるならよく考えた方がいいとは思いますよっていう話です。特にボディビルはね。そうですね。見た目の勝負だからね。そうですね。でもちょっと待ってください。メリットもあるんです。なんですかね。ちゃんとこういう悪い話したらメリットも提示しないといけない。ちゃんと SNS で自分の体の写真の記録を上げると、なんとその人はもっとコンディションが良くなるっていうボディービル的な研究もあったりするんですよ。改善症状するわけ。そういうことです。でつまり自分が圧を与える方だったら、うんうんうん、より圧を与えた方が気持ちよくなるっていう深層心理ですよね、うんうん、自分の体を公開するじゃないですか、うん、それに驚いてる人がいたらもっと調子上がってくるんです、うん、もっとやってやろうかなっていうパターンもあったりするので、うん、SNS で自分のコンディションを変える方法はバリエーション様々です。やり方は彩りさん、うん、こんな感じですね。なるほど。はい、メリットがあるけど、まあ、上級者向けのメリット、まあ、上級者向けのメリットも選択します。うん、たくさんあります、うん、それがコーチング学の SNS の使い方で。そこまで勉強してるんだ。あるんですよ。すっげえな、日体日体大すげえ。ありますよ、ちゃんとやります。文武両道で。それを深掘ってこれ。ああ、運営方法とか、はい、確かにね。そうですね。コンディションを上げる投稿の仕方があったりとか、コンディションが下がってしまう SNS の見方があるんですよ、はい、なるほど。ちょっとさ、これもったいないから、これまた時間あるときにぜひうちのチャンネルまあどこのチャンネルもいいんだけど、これみんな聞きたいし、俺も聞きたい。そうですね、SNS って SNS ですからね。そうね、見てるのも、うん、YouTube もこれの見方も重要なんですよ、うん。どういう深層心理の状態で見た方がいいとか、うん、これ朝見たりとか夜見たりとかで多分ちょっと変わりますよ、うん、モチベーション上がるタイミングとか、トレ前に見た方がいいとかありますからね。でもそれはその人の心理状態に合わせて変わってくるわけです。そういうことです。じゃあ今ちょっと大会に向けてチャレンジしようかな、要はコンテスト4ヶ月前の人はどうかな。4ヶ月前でしたら逆に見ない方がいい人と見た方がいい人が2択出ますね、うん。でこれを例えばコンディションが悪い状態で大会前日に見たらアウトだと思いますね、うんうん、同じ大会見てる人だったら。それすげえ分かる。これが使い方講座ですね。なるほど。見方講座と言われてる。見方講座、見方も含めて使い方ってこと。そうです。だからそういう人たちには視覚情報の遮断方法必要なんですよね、うんうん、陸上でしたら例えばこれスポーツサングラスをかけながらウォーミングアップをする。これすごくいい有効な手段の一つで、だから陸上部の僕も陸上部だったんで、うん、スポーツサングラスをかけてたんですよ。強い人ならかける傾向があるんですよ。うん、相手のことを気にしないで
自分のことに最後まで集中できる人がウォーミングアップを見せるわけないんですよね、うん、でも相手のことをチラチラ気にしながらやってる人って絶対どっかで妥協しますからね、うん、その違いによって最高パフォーマンスが出せたりとか出せなかったりとかそういう違いがあるんで、うん、いろんなことありますよ。だから心のサングラスをちょっとかける必要があるとそういうことですね、うん、だからもう目つぶってる時間を長くするとか、それは分かる。あの瞑想をする、寝ちゃう、寝ちゃう、うん、一つの手ですよ、うん、深掘りしましょうか今度。今度お願いします、はい、なんか腑に落ちることしかない、なさそうだな。コーチング学は今まさに勉強真っ盛りなんで。でも自分をコーチングする学になってるもんね。自分をコーチングするためにちゃんと取ってますからね、うん、そう必要ですから、そういうのは。これはなんかすげえトレーナーになりそうだな。解剖学、生理学、リハビリ学は知ってて当たり前、うん、であとはどういう風に色つけるかですから、うん、色の付け方はあとは自主勉強なんで。なるほど、そうです。じゃあ、基本ディセンディングなんで、はい、どんどん落としていく、落としていく、はい、で最後はあそこにある 7.5 キロのダンベル。あそこまで、そこまで、そう大体1種目でオールアウトさせる方なんで。何セットやるの？30セットそんなやるの？はい30セットでも確かにインターバル短いね。糖質脂質の順番で使われるんで、最初僕5、6レップ、うん、糖質クレアチン糖質、うん、その後7レップ8レップ糖質メイン、うん、どんどんレップ上がってますよね。脂質代謝活性化なんで、うん、これ今のこのエネルギーの酸性機構のエネルギーの代謝順にレップを上げていく必要があるんですよ、うん、そうすると最近よくよく考えたらアセンディングセットって実は向いてないんじゃないかなっていう。上げていくやつね。上げていくやつが運動強度に着目すればもちろん強度は上がっていくんですけど、下手落ちるじゃないですか。上がんなかったら意味ないなっていう。で今しっかりとレッグを稼いで、嫌でも糖質と脂質使いますから、これをどんどん落としていくわけじゃないですか。回数落ちるわけないですからね、メンタル落ち込んでなければ。逆に今レップがどんどん上がってってるんで、まさに絞れる減量のトレーニングになってるんじゃないかなっていう。僕はトレーニングにおいてトータルセット、トータルボリューム、トータル運動強度で自分の体が絞れてくるって思ってて、これを例えばじゃあダンベル50キロでできますよっていう、多分 4,5 セットですよねっていうやるんでしたら、でも45キロ今日持ちました、40キロ持ちました、 37.5、 30を32、 27.5、 トータルで稼いだら50キロ持ってるのが重いですから、数で勝負すればいいんですよ。なるほど。でかくなる才能なんてないんで努力量でカバーしてるんで、でかくならないなら数で勝負すればいいんです。そうすれば勝手にでかくなりますから。もうこの場合だからちょっと重量落としでもあのセット数を伸ばすことでっていうことですね。そういうことです。だから一般的には3から5セット、うん、これを一番成長ホルモンの分泌量が高いセット数って言われてますけど、うん、全然超えちゃっていいと思うんですよね。そうだよね。そんなセオリーテオリーいかないもんね。やりまくっちゃっていいと思いますよ。それで判断したらいいよね、はい、まずはやりまくってみるっていう。いや本当です。実際本当になんか胸の上部の種目をひたすらやるだけで汗の発汗量はすごいんで、うん、全然絞れますよ。まずは単純に考えてやりまくった方が絞れる筋肉つくっていうところから始まるのがありということですね。そういうことです。で自分の行動を後で突き詰めればいいんです、うん、どの行動をとっても
クオリティは高いんですよ、うん、でも自分は一体何をしてるのかってみんな知らないから迷って深層心理状態が悪くなって脳の働きが弱くなって骨格筋の筋力低下、うん、たったこんだけなんですよ。ここから来ちゃってるわけ。そういうことです。迷いがなければうまくいくんです。吹っ切れた人が強いのはそういうことですよ、うん、なるほど。自分の潜在能力をどれだけ覚醒水準の高い状態まで上げれるかっていうのが大切なんで、リミッター外せれる要素をいっぱい持った方がいいですね、うん、その一つで迷いがない状態、覚悟を決めた人も強いじゃないですか、うん、もういろいろだからなんか原理が分かってくると怖いもんないですからね、うん、まあ、やっぱ多少自分を信じる必要はありますね。できるんだと思わないとそもそもそのエネルギー出てこないもんね。そうですね、間違いはないです。で、間違いはないんですけど、その代わり何かデメリットがあるっていうふうに考えてるんですよ、うん、絶対何やってもでかくはなる、でも多分どこかがダメな動きをしてるみたいな、そういう荒探しをしてあげればいいんです、うん、で、クオリティ上げていけばいいじゃないですか。なるほど。で、インクラインの角度を僕は45度から60度にしたのも、あ、じゃあ上部の方はもうほぼダンベルショルダープレスと同じ軌道にした方が もっともっと入るなって思ったから、よく考えた結果なので、うん、そういうことをすればいいんじゃないですか。よし、いきます。大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫です。持ってください。はい、まずただ筋トレしに来ただけなのにすいません。したじゃないですか。ベラ、うん、コット大結節量とも言うんですけど、ここに胸の低シールがついてて、うん、こう動かせば胸の上部だったり、うん、チューブだったり下部だったりで、このコットの位置を今日こういうのちょっと下がってたんで、上げるモビリティエクササイズしてもらったんですよ。そしたら胸の上部繊維のところにもっと低シールが向かうようになってて、はい、最大収縮の可動域が上がってて、汗の発汗量がすごいいい感じがしますね。内側がなんか光ってるもんね。すごく、うん、しっかりとだからここにくっついてる筋肉たちが使えてる感じが強いです、うん、今めちゃくちゃいいなっていう。ケアも大切だなっていう。変なへこみがあるのよ、うん、こういう変なへこみがいいよね。ボディビルはこんな感じです、うん。